ご入り用で。またお待ちしてます。やはり脅威は大規模な遠征軍を起こしたようだ。ま、当該たちがいるからそっちは大丈夫だろう。俺たちはこっちでやることがある。くっ、師匠、いい顔をするようになったな。果汁殿、それ以上は。いいんだ元気。義弟総合は葬儀の志である乱世の収束を目指していない。自分の保身を考えていたずらに内乱を起こしている。このままではいずれまた乱世に逆戻りだ。先人たちが築き上げたものが無になってしまう。これから決闘のみが拠り所となった葬儀を潰す。師匠殿、俺の手で乱世を終わらせるため総防を撃つ。義弟、総防を撃つ。葬儀を終焉に導く。もう戻れはしない。よっ。
総坊様がさっきの乱を後押ししてたらしいぞ。この戦、芝家に大義があるんじゃないか。だが俺たちだけ離反したところでな。もっと仲間が集まれば望みも出てくるな。違反者が続出だと。まあ総坊様じゃ無理もない。俺も願えるか。これ以上総坊様の下では戦えない。俺は芝将様についていくぞ。総坊様はどうにも信用できないな。こうなったら腹を決めるか。だいぶ離反者が集まったな。よし、我らはこれより芝家に着くぞ。上出来だな。師匠殿、やればできるというのに。師匠、敵の兵の数は侮れない。詰将を抑えて味方の増員を図るべきね。申し上げます、我が軍が詰将を一箇所制圧いたしました。いい知らせね。けどまだまだ気は抜けない。師匠、まったく。伝令、敵が詰将を制圧しました。付近に多くの兵を配置したようです。制圧したぞ。伝令、2カ所目の詰所の制圧に成功。
順調に進んでいるみたい。この勢いであと一箇所制圧しないと。詰将制圧したぞ。申し上げます、3箇所の詰将を全て制圧いたしました。お疲れ様。これで少しは楽になるはず。あとは四条殿の覚悟次第だけど。上出来だな。師匠殿、やればできるというのに。大逆を恐れ逃亡した聖斎と聖水、二人を探し出し引きずり戻すか。大関は許さんぞ、逆賊ども。命ばかお助けを。お探しの人でしたらあっちに。見つけたぞ逆賊、覚悟せよ。お待ちください、白状します。お探しの人はあそこにいるはずです。聖斎殿は我らの味方についてもらう。邪魔だとするならば私が相手になるぞ。やっとだ。やっ、わ、私はもとより柴家の味方です。ご子息とあらば味方とも戦いましょう。持ったか。相手が帝であろうと戦うしかないな。こちらに引き入れられたか。そのまま敵に当たらせれば。それにしちゃ上出来だな。師匠、まったくお前はいつもその調子でやればいいものを。芝一族の暴挙、断じて許せぬ。我が命に代えても逆賊を討つ。本性を表したな逆賊め。この機に芝一族を皆殺しにしてくれる。諸葛丹様をそそのかしたのは総坊様だ。あの方は家臣を捨て駒になさるだけ。総坊様のせいで諸葛丹様が。許せぬ、我らはしばしに味方するぞ。
受け取ってくれよな。こんなところで陛下をお守りせねばならぬのに。敵将討ち取ったぜ。客族を治癒することもできぬとは。陛下お許しを。これで消えてくれよな。俺にしちゃ上出来だな。人から逆づくのも人に愛を向けると断じて許さぬぞ。ほらよっと。真に備えがないと思ったか。客族どもへ一斉に追いかけよ。芝一族、この非道深く歴史に刻まれるであろう。陛下を支持した者、俺の胸にも刻みましょう。これで葬儀は。真に近づくな、芝将。貴様は何をしようとしているのか分かっているのか。分かっていますよ。お別れです、陛下。ゲロ、陣に近づくな。やめろ、やめ。ゲロ、陣に近づくな。やめろ、やめ。重いな。そうね。でもまだ終わりではない。あなたはこれからもっと重いものを背負うはず。ああ、もし重すぎるのなら私も背負う。だからいつも通りのお前の叱咤が今の俺にはありがたい。元気ありがとな。これからもそばにいてくれるか。そんなセリフを今言うなんてずるい。紹介か。お疲れさん。食との戦はどうだった？東洋にて大勝利を収めましたよ。ま、私がいれば当然の結果ですが。もう食は虫の息です。今なら生徒まで容易に攻め込めるのでは。ああ、義も語も職もいつの間にか古くなってたってことか。紹介、諸将に天水へ向かうよう伝えてくれ。承知しましたよ。紹介の進言を入れ、これから生徒を攻略する。もはや職は国の体を成していない。俺たちの手で乱世を終わらせるんだ。己の目的を失い形骸化した職を滅ぼせ。この戦で蜀を滅ぼす。長きにわたる三国時代を終わらせるのだ。生徒を包囲できれば勝利は確実だ。そううまくことが運べばいいんだがな。
敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ。高等生徒に敵が。この戦の結果は動かせないかもしれないな。食堤の動きが鈍いな。竜光氏、噂通りの暗部なのか。先端は開く。私たちは戦わなきゃ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。出るや。よっ。出るや。力及ばなかったか。いや、よく戦ってくれた。攻撃態勢を解こう。諸軍が戦意を失ったな。ここは竜光氏の出方を見るか。敵将撃ち取ったぜ。大将軍、芝市場だ。竜光氏、いや、食帝竜禅だな。決断したのか。ああ、もう終わりにしよう。争いを続ける限り、悲しみは止まぬ。芝生殿、一つ頼みがある。聞こう。私たちの願いを継いではもらえないだろうか。天下をすべ、悲しみのない世を作るという願いを。約束はできない。が、俺たちが開く時代がそうあるよう努める。ありがとう。十分だ。諸君は降伏する。降伏を受諾する。乱世は終われ。
これでようやく大きな面倒が一つ片付いたな。何を言っている師匠、まだ最後の爪が残っている。何がだ。食帝龍禅の章だ。敗者には敗北を深く刻まねばならぬ。己が敗者だと忘れぬ印を。それが龍皇子の命だっていうのか。これ以上ないほどの。それはなしだ、カジュ。悲しみのない世を目指す。俺は龍皇子にそう言った。それを裏切ることはできない。その甘さが再び世を乱すとして。逆だ。人ってのは許されることで安らぐんじゃないのか。そう、孫悟も。ならば乱世を終わらせてみせろ。お前のやり方でな。ああ、まあ見てろって。司馬将は龍禅の降伏を受け入れ、蜀を滅ぼす。乱世は彼のもと確実に収まりつつあった。そんなある日、司馬将は安楽公に報じられた龍禅のもとを訪れる。彼は龍禅に敵味方を超えた何かを感じていた。流れゆく雲の下で二人は静かに語り合う。こんにちは、司馬将殿。よう、龍皇子。最近はどう過ごしてる？心安く。時折寂しくもなりますが。食が恋しいってわけでもなさそうだがな。そうですね。偉大な先人たち、その志を受け継ぐだけの器を私は生まれ持ってこなかった。それを思い知るたび寂しくなるだけです。そうか。よっと、俺も時々不安になるよ。三国を作り上げた先人の器はあまりに大きい。広く深く、その器の縁はあまりに高い。だが彼らはもういない。その器の中でいつまでも甘えていてはならないんだ。器の深さを知り、その中に満たされた思いを知り、それでもそのすべてを飲み込んでいかねばならない。強いな、あなたは。私にもその強さがあれば。よしてくれ。そしたら俺はお前を切らなくちゃならない。俺もお前も覚悟を決めたはずだ。お前はそれを貫け。俺は天下を一つにする。